久保さん、今回久保哲郎のマインドセットにしましょうか。ちょっと山本太郎さんは、僕は、まあ久保さんは自由にやっていただいてもいいと思いますけど、多分ね、あの、僕が、その、いや、あの、なんだ、見てたのが、基本的にこれ久保さんとのやりとりって、あの、僕も限定でやってるんですよ。で、今、公開するっつっても、1ヶ月に1回かババって公開するんですよね。だから常時公開はしてないんですよ。 で常時公開してるとするならば久保さんが僕、久保さんが僕の動画を久保さんのチャンネルで常時公開してるってのやってるわけですよね。で僕は常時公開してないです。ある程度僕は商品売って生計立ててるのであの、それに関係ないものはもうアップしてなくて、今は。で、商品販売に関わるやつはアップしてるっていう感じなんですけど。で、ある一定落ち着いて、まあ限定動画だいぶ溜まったらもう一気にババーみたいな。 マックスで500本一気に公開とかね600本だったかなまあそんな感じで今方向にそんな感じの方向でやってるんですけどで僕がその山本太郎さんの話をしてた理由としてはあの久保さんのチャンネル見てると僕の動画も再生数ちょっと取れてるんですよねタイトルだけで <laughs> <そう> <laughs> あこう面白いなと思って見てたんですけど まあ多分、まあ、まあ理由はいろいろ察することはできますけどあの、僕はちょっとテーマを変えます。はい、まあでも今後どうなのかなまた普通のテーマ、普通のテーマに戻ったら僕の動画を公開するのかなまあまあ、多分山本太郎さんのネタだから、まあ僕はね、ちょっと久保さんのコメントを読み上げてないんですけども、もしかしたら僕の ね、山本太郎さんに僕いろんなこといっぱい言ってるので、なんかいろんなコメントがついてるかもしれないですね僕。僕の動画もちょっとは回ってるんでね。うん、はい。まあとりあえず僕はちょっと山本太郎さん、まあそもそもね、あの僕山本太郎さんに票を入れる気がないので <laughs>、久保さんは入れると思いますし、応援してると思うんで、まあいいんですけど、僕はすみませんあ。はっきり言ってアクセスが集まるからっていうところでやってる部分もありますから。でもまあ、 心の中では山本太郎さんは嫌いじゃないですからね。その,その対応の仕方とか、まあ今まで言っ,て言って、山本太郎さんに対しての思いっていうのは、僕はその嘘を言ってないですし、うん、あの、なんだ、すごい丁寧にこう、一人一人対応してるのはすごいなっていう、学,学ぶところはたくさんあるので、うん、ただそうは言ったよね。僕、じゃあ令和に入れるのかっていうね。政治にこう、入ってくのかっていうと、僕、入っていかないので。で、そのは政治に入らないやつが、 でしゃぶるなって言われたら、はい、その通りですですから。<laughs> でそう、そうですよね。はい、その通りですと、はい。政治に興味ないやつが、ああ、だ、こうだ言う、言うな。はい、おっしゃる通りです。っていう。<laughs> うん、でもまあまあ、発言のじ、なんか山本太郎、でもこれもね、山本太郎さんが言ってましたけど、<laughs> その、その、ネットにアップしてくださいみたいな。であの、悪い件でもいいです。何でもいいです。アップしてくださいみたいなね。これも言ってましたからね。何でもいいですみたいな。もはや。 だから、それも、だから久保さんが山本太郎さんのネタをやりやすいのも、山本太郎さんがそれ言ってるんで、許可してるからね、なんでもいいです、もうアンチテーゼなね、内容でもいいですと、それ、も SNS で拡散してくださいみたいなね、<laughs> そんなことも言ってましたからね、だから山本太郎さん、いいの見つけたんじゃないですか、やりやすいですよね、なんかそれもなんか SNS で、あだこうだやったらダメみたいに言ってたら、言われてる人をやりづらいですよね。うん ただまあ僕はすいません。あのー、コンテンツビジネスを売ってるので、政治家 YouTuber でもないので、うん。なんでまあそろそろ変えてもいいかなと。あと久保さんの方に僕の、久保さんのチャンネルに僕の動画が露出しなくなったってのもあるので。うん。はいあ。でもね、久保哲郎のマインドセットかそう。久保哲郎のマインドセット。久保哲郎さんのマインドセット。やっぱね、久保さんはね、しつこいですね。 そう前もなんかやり取りで言いましたけど僕もしつこいですけど久保さんはやっぱしつこいので、うん、ただ久保さんとやっぱ僕の違うところは何かっていうとやっぱ僕の収入はやっぱコンテンツなんでねうんなんでそのコンテンツに関するはやっぱそのアクセスですよね山本太郎さんでいくらアクセスを集めたとしても、まあ、ちょ直通で売り,ず売,り売りやすいかっていうと売りづらいんですよね 例えば、久保さんの速価塾だったり FX、FX オリガルヒっていう商品があって、山本太郎さんのアクセスを大量に集めたとしても、じゃあ、直通で売れるかっていうと、まあ、何人かはもちろんいますよ。ウグイスパンでも売れるわけですから、ウグイスパン食っても速価塾売れたりするわけですから、まあ、何人か出てくるでしょうね。でも、その、なんですかね、アクセスに対してのコンバージョンレートが明らかに悪いっていう話ですよね。まあ、入り口、入り口が違うわけですから。うーん。 まあでもね、あのー、僕も昔、その都市伝説の話をしてね、僕びっくり、都市、これ都市伝説の話があの当たりまして、2万回か3万回回ったんですよ。で、それをきっかけで塾売れ,売れましたからね、それも。実は吉谷さんを知ったのは、その、あの動画なんですっていう、話す時が来ましたみたいな動画です、みたいな。マジっすかみたいな。そう。でも、その、なんないろんな考え方はありますけども、 まあリーチしないとフックしないとねそもそも自分を自分の存在を知ってもらえないっていうところもあるのでここが非常に難しい部分ありますよね、うん、そもそもリーチしなければ知ってもらうことすら知ってもらうことすらあできないつまり可能性ゼロってことですよねうんそうだから知ってもらうことによって可能性は生まれる でもその可能性を久保さんはそんなに追い求めてないと思うんですよね、今は。うんなぜならば、今投資だったりとか、まあ多分 FX がメインなのかなちょっと分かんないですけど、うんそっか、塾とかコンテンツビジネスがメインではないですよね、間違いなく。やってるは、やってるけれども、メインではないと思うんですよ。僕はメインですから、ずっと。はい。ということで、僕はテーマを変えますけど、久保さんはこのまま、 山,ま、あの山本太郎チャンネルにするのかしないのか <laughs>。お任せしますけどね。まあ、久保さんはもうマネタイズポイントがちょっと僕と違うので、別に山本太郎チャンネルでもいいんじゃないですかね。うん。好きにやれば。まあや、まあ、そもそも久保さんのチャンネルですからね。うんはい、では。